奥山の車の戦闘力は大したもんや。ドライコンディションでの対決ならば多少苦しいバトルになるやろ。おっと、元スパイラルのあんたには言うまでもありませんでしたな。はっ、やる気かよこの俺と。足元救われるような真似はしねえ。アクセルを踏み込むだけで俺の勝ちは決まりだ。存分に見せてもらおうか。スパイラルに挑んでくるやつの走りをな。先行か。そういうことならちぎるだけだろ。作戦通りと言ったちょっとはついてきてくれなきゃ困るぜ。スペースには飛び込ませない。それだけで奴の手を塞げる。ほう、意外意外。馬力を上げた分だけ太いタイヤを履いたしな。コントロール性は損なっちゃいない。絶対に追いついてやる。そこまでの車に仕上げてやるんだ。これだけの速度域に達するとスピードの感覚が2倍にも3倍にも感じるんだ。それなのにスピードレンジがさらに上がった。どういう神経構造か。俺のプレッシャーを言い返さないと。それにしてもなんとな、気持ちよさそうに走る車だ。あれこれ考えるのはもうやめだ。俺はいつものように自分の速さを見せつけるだけだ。この車で。自信満々だね。実力のほどを拝見といこうか。
敵もバカじゃないってことだ。こっちの後ろは走りにくい。誰でもリズムがおかしくなる。スキルのあるドライバーほどリズムを狂わされてしまうんだ。申し分ないテクニックだ。少しは楽しめそうだな。礼を言うぜ。あっけないものだ。意表をついたパッシングポイントだな。差が縮んできたが当然だ。徐々にだがコーナーへの突っ込みに鋭さが増していく。戦闘モードの全開スパートに俺と NSX が持ちこたえられなければその瞬間にこのバトルは終わる。戦う男は自らの汗で築き上げたバックボーンにしか最後は頼れない。爪が甘い。そんなまさか。チーフドライバーとしての責任を果たすぜ。無意識のうちにお前の価値観に感化されてしまっているのかもしれないが、信じられないぜ。あいつの走りは驚嘆に値する。濃密なコミュニケーションをした気がする。これ以上言葉にして話すことなんてないんだ。以前北条さんがこの人と走っているところを見て気持ちが動きました。走りたいです。やらせてください。いい顔つきになってるな。こいつの度肝を抜いてやれ。はい、乾慎二です。よろしくお願いします。僕はただ寝てる母さんを起こさないで練習してきただけなんだからな。めんどくさい。別に競争には興味ないんだけどな。前に出たけどこのままキープした方がいいかも。僕は今すごく速い人が走ってるって伝わってくれ。どうしてこんなに気持ちが盛り上がるんだろう。あ
相手の車は後ろから追ってきて、もっと静かに揺らさないように。なんだ、このまま負けるのは嫌だって思って、うわ全然ペースが落ちる気配ないや。そろそろ追い抜かないと、のんびりしてられないぞ。競争の先に何があるのか知りたい。平凡で引っ込み思案で目立たないくせに自意識過剰で、女の子にもモテないしょぼいやつ、それが僕は乾信二郎だ。それでも僕はこれだけは負けたくないんだ。誰よりもたくさんこの道路を走っているから、たった一つの取り柄だから負けたくない。はあ、なんかどっと疲れたな。どうして追いつけないの、どうして。人がたくさんいるんだ。僕はいつの間にか天狗になっていた。恥ずかしいよ。やってみろ。お前以外にはいない。最後の走り込みで完璧に仕上げてこい。喧嘩でなくモータースポーツとして戦えばこちらが上、負ける材料はない。圧倒的優位は動かんで。
こまでは予定通り。高橋涼介、次は俺とあんたの知恵比べや。一緒にプラクティスやってきてるから、圭介さんの状態がわかるんです。今の圭介さんは乗れてますよ。ちょっと尋常じゃないくらいに。人事を尽くして天命を待つ。そんな心境だぜ。あとはお前の思うがままに走れ。イメージトレーニングはもうやり飽きてるんだ。せいぜい拝ませてやるぜ。北関東最強のプロジェクト D のスタイルを。お前と再戦することになるとはな。俺はこのバトルに勝って先へ進む。俺の意地にかけてもシャキッと答えてくれよな、FD。今日の FD はいい感じだ。全身全霊をかけて右足の動きに集中しないとな。少ない時間の中で完璧な仕事をしてみせるぜ。ストレート踏むならバカでもできる。こっちだって伊達に理論派の兄貴にしごかれてきたわけじゃねえんだ。さすがについてくるか。前の俺なら切れてたかもしれないけど、ここんとこ取り組んでたアクセルワークの特訓が役に立ってる。どのコーナーも同じように攻めていたらダメなんだ。ストレートのトップスピードの伸びは手前のコーナーの立ち上がり方次第で随分差が出るんだ。一気に行くぜ。そっちがその気ならバカに付き合ってやら。見せてやるぜ、高橋涼子を力譲ってやったと思えば。こんな微妙なアクセルワークにトライするのは初めてだ。どこまで集中力が続くかだな。焦るな、悪化するな。とにかくクールになれ。同じポイントで当てても向こうはスムーズに行くのに、こっちは無駄なスライドが出る。最後まで気は抜かない。攻め切ってみせる。絶対逃がさねえぞ。いい気になるな。甘いぜ。あんたの弱点見切った。温存していたものは全部吐き出すな。
こんなに楽しかったバトルは今までなかったよ。戦いに挑む者は自らの汗で築き上げたバックボーンにしか最後は頼れない。悔いが残らないようにこのコースを徹底的に走り込んでこい。大将は少し変わりましたな。戦いに勝つことだけではなく成長させることを同時に考えていらっしゃる。あいつは気がついていないかもしれないけど心の中には強い走りへの情熱があるんだ。それを自覚すれば積み重ねたキャリアが意志を持って走り出す。
仕上げた車に何かが乗り移って出た奇跡やろか。すごいもんやな、人間っちゅうのは。鳥は任せた。頼んだぜ。北関東最速の下りや。手ごわいぞ、やつは。ファイヤーを使い切ってでも食らいつける。わかりました。全力でやってみます。役者は揃った。最高のドラマが動き出すぜ。藤原匠です。よろしくお願いします。あんたにどうしても見せておきたかったものを今から見せるよ。桁違いに上手くなってる、この人。昔の俺みたいにただがむしゃらに走るだけじゃダメだ。高回転域を使わなくても集中力で逃げ切ってみせる。絶対に追いついてみせるぞ。こいつに勝つにはもう攻めるしかない。今までも目いっぱいだと思ってたけど、この車のギリギリのポテンシャルを俺が引っ張り出していくしかない。それができなきゃ俺は B のドライバーでいる資格がない。無理と分かっていても物理的な限界を超えたところへ放り込まなきゃ負ける。知恵、負けないように死ぬ気で食いついていくしかない。チャンスはまだあるかもしれない。まだ諦めるのは早いぜ。見えなければいいんだ。相手の失敗が消えるやるか。あれすげえ、本物だ。ここで離れたら絶対追いつけない。こらえろ。俺本当に D に入って進歩してんのかな。悔しいけど満足してる。高回転ゾーンを駆使しても勝てないような相手にバトルできたこと。
今度こそ俺は凌介と命のやり取りをする。俺たち二人のうちどちらかをお前のそばに送ってやるよ。選ぶのはお前だ。今度こそ本音で選ぶな。久しぶりだな、陽介。少しチャラくなったか。お久しぶりです、北条凛先輩。3、2、1、ゴー。コントロールできる。いい仕上がりだ。さすがだな、松本。これならいける。心置きなくギリギリの領域へ。こんなもんですか、先輩。俺は逃げも隠れもしない。簡単には沈みません。来るなら来い、北条凛。ウイングの進化は赤城道路では実感できないけど、高速コーナーでのスタビリティがとにかく欲しかった。自分が何のために生まれてきたのか考えたことある？凌介くん。また出た、香織さんの全問答が。はぐらかさないで答えてみなさいよ。自分が本当にやりたいことって何なの？君の幸せって何？本当の幸せって何？夢はないの？凌介くんの夢って何？ここはあえて小細工しない。遠慮はしないで。今日は香織の2回目の命日。あの日からまだ2年。俺が許せない。お前がとっくに立ち直って前に進んでいることだ。卓上な男だ。それほど簡単に忘れてしまえるのか。お前の香織への気持ちはその程度のものだったのか。それは違う。傷の深さは、悲しみの大きさは、絶望して立ち止まってしまうこととは別なんだ。どんなに苦しくても前に進むことが俺たちの義務だ。あなたこそ間違ってる。それはただの現実逃避だ。後ろにつかれた。さあどうする。どうか。何言ってるの、香織さん。今どこ、どこにいるか言いなよ。すぐにそっちに行くから。今までありがとう。短い間だったけど楽しかった。君に会えてよかったよ、凌介くん。さよなら。油断はしない。関東最強とかつて言われたロータリーマイスターが箱根の山に散る。受け取りな、香織。